革新左派が最後の砦と突っ走る沖縄、見捨てられない。沖縄では2月4日に名護市長選がある。市長選まで1ヶ月を切った8日。現職の稲峰進氏が政策発表し、市内3カ所の街頭で演説した。争点の辺野古移設問題について。市民の審判で新基地建設を阻止すると訴え、 国と県の裁判を中止したいとする相手候補との差別化を図った。稲峰候補と彼ら基地反対派うなが県政は一心同体だ。沖縄の民意がどこにあるのか。左翼偏向地元マスコミにしは彼らの支援団体のようなものだから惑わされることなく。全国の視線が集まる中で、苦くても良識ある判断をされるよう望む。 そこですでに有名な行動封鎖の実態を再掲する。マスコミの意図で装飾された活字よりも信頼できるのは実際の画像。彼らは基地建設阻止の指摘検問を実施する目的で道路を封鎖して、一切の車両を通さない。地元県民の迷惑は計り知れない。戦火に踏みにじられた沖縄に存在する、米軍基地こそ悪の創屈だから。 県民はあらゆる手段で米軍基地を撤廃させるのが正義と反米共産主義者に煽り立てられる。それを応援するオール沖縄と宇なが。彼らの強靭もどきの暴れようは北朝鮮核脅威の今日、組織犯罪者、テロ支援組織犯罪者と同等だ。米軍、自衛隊を追い出して非武装になった地域に、 小躍りして一気に乗り込んでくるだろう共産中国人民解放軍を入れたいのか。沖縄の男は虐殺され、女は性奴隷にさせられる現実を予想できないか。専守防衛日本だと相当の被害が出た後に対抗するだけだ。現実の沖縄行政を見つめれば、稲峰氏が辺野古移設に反対しているため。 年間十数億円ともされる米軍再編交付金を受け取れないゆえの不都合がある。政府側は稲見根氏はイデオロギーを優先し、市民が根拠なく不利益をこむっていると説明しなければならない。昨年行われた県内の市長選では、自民系候補が3連勝した。沖縄県有権者もわかっていると思う。 名護市朝鮮でうなが知事に近い稲見根市を破れば、秋の県知事選に弾みがつく。大概に景色抜群の南国に、静かで文化の香り高い沖縄県を取り戻そう。尊敬すべき大らかな心根をお持ちの県民の皆様。